こんにちは、ハガちゃんしゃべるのコーナーです。後味が悪かったですね、先週の新潟記念、ロービラー騎手のね、まあラフプレーによって、ちょっとねこのレースの興味といいますか、そういうものがねだいぶそがれてしまったんじゃないかなというのが正直なところですね。まあ日本に、こうね短期免許を受ける資格っていうのは、まあ、パート1国のね、まあ、一流ジョッキーであると、いうことが条件なわけなんですけど、基本的にね。であるならばですよ、ちゃんとねそれに見合った技術を見せてもらわなきゃ困りますよね。もう狭くて進路がもう前が空いてないところをね無理やりこじ開けて、2頭邪魔した上に、右からのステッキで今度は3頭を内へ押し込めると、で抜け出してね、そのまま自分のね行動も顧みないという騎乗ですからね。通常であれば馬が内へ寄るという、ね、右から叩いて内という形になれば左から叩き直すっていうのがね あってしかるべきところなんですけどね、もうとにかく目の前にあるお金お金お金っていう形でね冷静に周囲を見ることができてませんよね。果たしてねその程度のジョッキーがパート1国の一流ジョッキーなんでしょうかね。非常に疑問に思いましたね。もう実行8日という、まあ、あれが出てましたけど、まあ、私だったらねもう未来永劫日本の免許は下ろしませんよ。固定金もねもう何百万円という単位の固定金を貸したいなと、そのぐらいねひどい騎乗だったんじゃないかなと思いますね。日本の競馬はねファンの皆さんのこうレジャーとしてねエンターテインメントとして存在してるわけなんですよね。手に汗握るようなね白熱したレースを高い騎乗技術を見に来てるわけで、一つ間違えればね何頭もの馬が落馬して大惨事になるなんていうね、そんなね危険なプレーラフプレーをね見に来てるわけじゃないんですよ。まあ言葉がわからないからってねいい加減なことされちゃ困るなっていうのが正直な気持ちですね。もうどうぞお帰りくださいと、ゴーホームですよ。二度と来なくていいんじゃないかなというふうに思いますね。しっかりと改心してねそういう姿を見せるべきなんじゃないかなと思った次第です。本当にね日本の競馬に溶け込もう愛されようっていうねそういう姿勢がないジョッキーは来なくていいですよね。豪に行っては豪に従えという言葉もありますんでね。聞くところによりますとね、まあ私非番で新潟に現地にいなかったんでね迂闊なことも言っちゃいけないのかもしれないですけど、レース直後はねエキサイトしてて自分が採決のその審議の対象っていうことでねエキサイトしててまあピーっていう音がね出るようなねそういう言葉もね発したというんでね、もうちょっとね冷静に物事を見れる人間、そういうジョッキーにね来てほしいですね。そのね騎乗技術だけじゃなくて人間としても一流の人を、そういう人に、日本の競馬ね、盛り上げてもらいたいと思います。人間としても、ジョッキー技術としても手本になる人以外はいりませんから。本当にロービラー騎手は私としてはもうバッテンです。もう一生来なくていいと思ってます。危険なね本当に大惨事を大事故をね見に競馬場に行くわけじゃありませんから、私のねこの怒り親父の言葉がね果たして届くかどうかは分かりませんけど、本当にしっかりしてほしいなと。 JRA のね、方にもねその辺ちゃんとまず免許を下ろす時点で、あるいは来た時点でもちゃんとこうね日本の競馬はこういうもんですからっていうことをねちゃんと伝えてほしいなというふうに思いますね。本当にお金を取りに来るだけのねそういうジョッキーだったらいりません。
まあ、すいませんでした。私のね、こんな、怒りの主張ばっかりじゃ、予想 TV のね、ユーザーの皆さんも、退屈でしょうから、土日でね、注目馬1頭ずつ、上げたいと思います。どちらもね、新潟競馬の1レースです。まず土曜日の1レース、桜ライトニングという馬がね、出てきますね。カナリ厩舎で戸崎騎手鞍上。もうデビュー戦でね、素質の片鱗を見せてますんで、まあ人気になるかとは思うんですけど、この中間のね、調整ぶりを見てると、まあこの未勝利戦はいただきかなというところですね。資金稼ぎ、土曜日のね、資金稼ぎに、どうぞ活用していただけたらなというふうに思います。日曜日の1レースの方はね、先週も言ったかと思いますが、大成アニマートという馬ですね。斉藤誠厩舎の馬なんですけど、左回りの方がいいだろうと。そしてこうダートへというね、変わり身のね、要素満載の馬ですね。ちょっと気性の悪さがあるんでね、難しさがあるんで、こちらはね、確実に上位争いというふうには言えないですけど、稽古の感じそのままで走れるならば楽勝してもおかしくないと、それだけの能力を秘めております。私自身もね、この土日の1レース楽しみにしてますんで、皆さんもね、ちょっと名前だけでも覚えていただけたらと思います。土曜の1レースが桜ライトニング、日曜の1レースが大成アニマートでございます。以上です。